ムタワッキルはアッバース朝の第十代カリフ。父は第八代カリフのムータスイム。母はペルシア人の奴隷。兄に第九代カリフのワースイクがいる。847年に兄のワースイクがトルコ人、このエヘイ兵団と対立して敗されたために後を継いだ。 兄の肺を見て、王権回復に全力を挙げ、カリフ位を深刻化して極端に保守的な神学派と手を結び自らを現世における神の影とまで称した。だがそのために、叔父の第七代カリフであるマームーンが公認していた分離派を異端として弾圧し競技場の論議を禁止するまでに至った。また、キリスト教徒やユダヤ教徒に対しての差別を強化し、 トルコ系軍閥を抑圧したので、アルメニアやアゼルバイジャン、シリア、エジプトなど各地でムタワッキルに対する反乱が起こった。しかもこの状況を見た東ローマ帝国のミカエル三世、メティウソスのダミエッタ侵攻を受けるなど、アッパース朝は危機的状況に陥った。これらの反乱と外敵の侵入は、トルコ系軍人の部がシャラービによって平定された。だがこのため、 トルコ人の権力がさらに強まり、ムタワッキルはそれを避けるために、ダマスカスに戦闘した。後に、サーマンラーへ帰還するも、今度は、次男のムータッツを偏愛して、長男のムンタスイルを礼遇した。このため、弟に上位されることを恐れたムンタスイルは861年に、トルコ系軍人と密約を結んでムータワッキルは40歳で、暗殺された。以後、カリフは、 名目上の存在とかしていくことになる。ありがとうございます。